さんこんにちは。インターン生の倉持と申します。声の出し方やうまく歌うコツなどをご紹介する簡単ボーカルレッスン第3回目。前回は声を出す時に意識することをご紹介いたしました。喉を開く実感できておりますでしょうか？まだご覧になっていない方はぜひご覧いただければ幸いです。今回は声量の鍛え方をご紹介させていただきたいと思います。声量とは声の大きさや強さを表します。歌の種類にもよりますが、声量が上がれば格段に安定感が増し、聴いていて気持ちのいい歌が歌えることでしょう。ですが、声量イコール大きな声を出せばいいと思っていらっしゃる方いませんかね？もちろん大きな声を出せば声量は大きくなりますが、それではただ単にうるさいだけになってしまいます。音楽の世界ではですね、声量は、声の音量ではなく、声の響きの強さを表しています。似てるようでいて全然違うことなのでご注意ください。では、声を響かせるためには、どうすればいいか。まずはですね、口の中の空間を広げることですね。はい、軟口蓋を上げて喉仏を下げる。そのことによって、口の中に空間が生まれますので、その空間ので声を共鳴させることができれば響きが上がりそうですね。この練習には、前回取り上げさせていただいた割り箸発声法が効果的だと思います。続いて、口の中で声をこもらせない。はい、せっかく口の中でね、口の中の空間を広げて声を共鳴させても、それが口の中だけで完結してしまっては意味がありません。歯をしっかり見せて唇で、声を遮らないようにしましょう。この練習には前々回取り上げさせていただいた割り箸による、唇の筋トレですね、こちらが有効だと思います。はい、で、もう一つ重要なことがですね、声帯をしっかり閉じて、発声することです。はい、声帯は、しっかり閉じることで余計な息漏れがなくなりまして、結果、声量を上げて響きを上げることができるということですね。はい、この練習なんですけれども、私は普段、この、声帯を閉じる手発声する練習には専用の道具を、使用しているんですけれども、専用の道具がなくとも、どのご家庭にもあるですね、こちらよいしょ、見えますかね、ちょっと見づらいんですけれども、ティッシュペーパー、はい、こちらを用いて練習することができますので、今回はその方法をご紹介したいと思います。まずですね、こちらのティッシュペーパーですね、はい、こちらのティッシュペーパーを、4、5枚ほど取っていただきまして、それを軽く丸めていただきます。はい、まあ、こんな感じでいいですかね。はい、見えますかね。はい、で、次にですね、このティッシュペーパーを前歯と、唇ですねで、覆うようにして加えます。この時力を入れすぎないようにご注意ください。まあちょっと試してみますね。こんな形ですね。はい、何喋ってるのか分かりませんね。はい、こんな形になります。その状態でですね、鼻からですね、息が抜けないように気をつけて発声を行います。実際ちょっと発声してみましょう。といった形ですね。はい、この即期発声する際に注意点なんですけれども、鼻から息が抜けたりですね、ティッシュが口から外れたり、ほっぺたが膨らまないように注意してください。はい、またですね、発声する際はあの音を意識して、発声すると、より効果的です。ティッシュを加えているので実際にあに聞こえないと思いますけれども、あの音を意識して発声することで、口の中の空間を広げることができると思います。今の、発声に慣れてきましたら、今度はその状態で、音域を、上げ下げしながら、発声も挑戦してみましょう。実際にちょっとやってみますね。
このように、音の上げ下げを行ってみてください。音階の上げ下げ、初めのうちは無理のない範囲で、上げ、の音階に留めてください。で徐々に慣れてきたらですね、音階の振れ幅を増やしていくのがいいと思います。この、発声法を行った後にティッシュを外すことでおのずと、声量が上がり響きのある声が出せるようになると思います。こちら毎日継続して行うことで、持続力が高まりますけれども、1回の練習でも、短い時間であれば、即効性がありますので、歌う前や他の発声練習の前などに行うのもいいと思います。いかがだったでしょうか。今回の練習もですね、歌だけではなく、日常の会話にも応用が効くと思います。大きな声を出すのではなく響きのある声を出す、それにより、美しく若々しい声を目指していきましょう。以上で、簡単ボーカルレッスンの、第3回目を終わりたいと思います。この動画がお気に召しましたら、チャンネル登録およびいいねをお願いいたします。以上です。